どうも、哲学徒です。今回はですね、すでに終了したシーズン25で、最終日によく聞かれた質問として、シーズンって何時にね、終わるんですかっていうねご質問がよくあったので、ちょっと今回備忘録がてらシーズン25の場合の、PC 版そして CS 版のね終了時刻についてちょっとまとめておこうかなと思います。公式発表ではですね、4月の10日に、一応、シーズンが終了するという発表があったんですけど、何時に終わるのかなっていうのは、特に明記されてなかったんですけど、結果的には、PC 版の方はですね、4月10日の17時、午後5時にね、終了したっていう形で、PC 版っていうのは、サーバーの上でね、ゲームが動いてる形ですので、17時に、シーズン終了のメッセージが出て、シーズンが終了していると。で、これアジアサーバーの、でプレイされてた方からお話を聞いたんで、アメリカ、北米サーバーとかね、他のサーバーでどうなのかっていうのは、ちょっとね、微妙なところがあるんで、もしね、北米サーバーとかでプレイされてる方いらっしゃったら、コメント欄でね、もし補足していただけたら嬉しいです。で、CS 版はですね、10日のうちに終わるのかなと思ってたんですけど、実際に終了したのは、その翌日の、9時ですね。11日の、朝9時に終了したっていう形なので、CS 版、16日もそうなんですけども、シーズンがね、開始日が9時から開始して、シーズン終了日の、翌日の9時に終わるっていう感じなので、おそらくなんですけど、時差の関係とかもあるのかなと思いますね。日本と、アメリカ本国だと、13時間ぐらいかな、大体時差があるので、日本の方がね、少し、時間が先に進んでるので、実際ね、本国の方で、10日の、最後で、締めるというところが、こっちの方では朝の、翌日の11日の朝9時に、終了しているという形なのかなと思います。この情報前にもね、一回まとめた気もするんですけど、私の方でもその動画どこ行っちゃったかがちょっとわかんなくなっちゃったんで、ちょっと数年ぶりにね、改めてまとめてみました。なのでね、おそらく今回のシーズン26に関しても、終了日が発表されたら、その翌日の朝9時にね、終了するんじゃないかなと思いますので、シーズン26終了間際になったらまたね、お知らせしたいなとは思うんですけども、ぜひね、覚えておいていただけたらなと思います。今回は備忘録的な感じでね、まとめましたけども、今度のシーズン26に関しては、結構ね、幅広いビルドのね、紹介動画っていうのを中心に上げていこうかなと思ってますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学徒でした。